スタンフォード大学に到着しました。結構人が多いですね。週末なので、大学生っていうか、普通に観光というか、こうのんびり過ごすために大学に来てる人が多いみたいです。すごく名前だけは聞いたことある、本当に有名な大学だと思うので、すごく広い校内だということなので、ちょっと散策をしてみたいと思います。なんかめっちゃ青春してる。よいしょ。1898年に建てられたやつなんですかね。すごいなんか美術館みたいな。この庭園もすごい綺麗ですね。日差しが強くて今日もいい天気です。気持ちいい感じですね。ただ日陰に入るとちょっとヒヤッとするというか、過ごしやすい感じになります。日が当たるとこはちょっと暑いかも。すごいな、大学なんだ。へえ。すごい金色が綺麗ですね。
すごいファンタジーな感じがします。やっぱ自由にこの大学の中を行き来していろいろこう建物とか緑とか楽しめるのはすごくいいなと思います。紫外線がめっちゃ強いです。なんかこのフォントもすごい雰囲気があっていいですね。これは扉ですけど、噴水もあります。水が、ちょろちょろ出てますね。あとこの内側の縁のところにモザイクのタイルっていうか、すごい可愛いですね。このスタンフォード大学でこの100年間でなんか大学に貢献した人の名前がですね、ここの、ベンチのところに名前がずらーっと書いてあります。で、あそこに見える、大きなタワーですけども、あれはフーバータワーというみたいです。周りにですね、高い建物がないのですごく大きく見えます。あ、87メートルぐらいあるみたいです。これがマップなんですけども、今ここにいます。めちゃくちゃでかいですね。これは全部回りきれないぐらいの広さがあります。ちょっとお腹が空いてきたんで、なんか多分ショップもあると思うので、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとここでちょっと休憩をしたいと思います。ここに QR コードがあるんで、スマホからオーダーをしてここまで運んでくれるみたいです。アイスカフェラテと、あとなんか、バナナケーキみたいな、ね、パウンドケーキみたいなやつですね。5ドルと4ドルぐらいです。まあ安くはないですね。
めっちゃ広。多分学生寮とかもあるのかな。すんごい広。一つの町じゃん。で、端から端まで行くと大変なことになるの。すごっ。ちょっと広大な広さの大学なので、ちょっともうそろそろ車に戻ってちょっと移動しようと思います。日差しもめちゃくちゃ、まあ、まだ2時半ですけど、めちゃくちゃ強いので。